やあ諸君、小雨田武士団団長小雨田秀夫だ。テレビアニメオリエント第2クール淡路島激闘編が7月11日から放送となる。第1クールで大活躍した私が内容を解説していくとしよう。それでは行ってみよう。鬼に人間が支配されている日の本では、私たち武士団だけが鬼に抗っている。武蔵とその親友小次郎はそんな武士の姿に憧れ、最強の武士団結成の夢を誓い故郷を旅立った。二人は道中、私の可愛いマナ娘つぐみと出会い、一緒に旅に出ることに。つぐみ、どうして私を置いて出て行ったんだ。失礼。大東鉱山にやってきた武蔵たちは、鬼を倒すことができる唯一の武器鬼徹刀を手に入れるため、刀の試しを受ける。鬼徹刀は選ばれた者しか手にすることができないのさ。しかし武蔵は刀の試しに失敗し絶望する。混乱する武蔵、落ち込む武蔵、無力感に襲われる武蔵。さらに追い打ちをかけるかのように、謎の男四郎と七尾が襲ってくる。絶体絶命の危機に突如武蔵の中に眠る鬼徹刀の支配者黒曜の女神が覚醒した。これにより何とか窮地を脱し、武蔵は鬼徹刀を手に入れることができた。さらに東へ向かうことにした武蔵たち、道中播磨へ向かう猿渡りみちると出会う。またどこかで。どうやら上杉武士団が連合軍を集め、淡路島の鬼神を討伐しようとしているらしい。金巻武士団も播磨を目指すことになるが、果たして。と、そんなテレビアニメオリエント、7月からの淡路島激闘編での私の活躍も楽しみにしていてほしい。え、第2クールには私の出番がない。それはどういうことだ、つぐみ。つぐみ